はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白状と病生活の気晴らしいね、自宅で今日はね、病院から動画を配信していきます。この動画はね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て皆さん、どうぞよろしくお願いします。そうです、今日は病院から、今日は受診の日だったんでね、動画を配信しています。いつもの場所と違うんですけども、いつもの場所がちょっとちびっ子たちに占領されていますので、隣のブースからブースっていうのかな、分かんないですけども、ね、普通の談話室、ね、携帯電話が使えるところからちょっと話してます。で、まあ、その今日の結果はね、今月の頭、4月の最初に、受診した時に測った白血病細胞の数が今日検出されたんですけども、まあ、無事に、安定した少ない数字を保っている状態であります。で、まあ、そのね、それは良かったんですけども、まあ、増え系白血病細胞が、悪い細胞がね、増えてなかったから、まあ、良かったんですけども、しかしコレステロール値が上がってるよと言われましてですね、まあ、今まで気にしてなかったんですけども、でもよう考えたら僕、まあ、昨日の動画でカップラーメンと雪見大福食べてるし、で、まあ、日に日に体重もちょっとずつ増えていってるし、菓子パン食べまくってるから、まあ、体重でまあそういう風な数値の変化はあるよなと思ったんですよね。体がごっつくなってきて、まあ、細身じゃなくなってきたのがまあいいかなとは思ってたんですけども、いざこう病院で血液測られてコレステロール値が上がってるよっていう風に言われると、ちょっとなんかぐさっとこう胸が痛いというか、耳が痛いというかいう感じになってしまって、うん、初めてですね、コレステロールとか気にせなあかんよって言われたのが ね、年齢的にももうね、そういう年齢になってきたんやろうっていう風に思っております。なので、まあその先生にも看護師さんにも菓子パンとかね、あんまりこう控えて、野菜食べて、炭水化物、タンパク質しっかり食べて、甘いものとかね、お菓子では控えた方がいいですよっていう風なことを初めて言われましたちょっとショックやなっていう、ね、自分のことね、おっさんおっさん、アラフォーアラフォー言うてるくせにね、いざこう現実を突きつけられたら、だいぶショックを隠せなかったですねっていう状態でございます、今はね。まあこれから、まあ、菓子パン控えて、カップラーメンとかっていうのをね、ちょっと控えて、野菜食べて、まあ食生活をね、しっかり見直していこうと思います。あと、これね、ちょっと声もショックだったんですけども、骨髄移植とかってした人って、普通の人のあるものが4倍になるんですってらしいんですけども、それ何かっていうと、メタボリックシンドロームになる確率が4倍多いらしいです。違うじゃないですか、コレステロール値が溜まって上がってるよって言われて、その後にメタボの確率4倍あるから気ぃつけやって言われて、その早言うてよって話でしょ。でもね、この情報っていうのは今年の3月に学会行った看護師さんが、勉強しに行きはった、ね、看護師さんがこう聞いてきた話らしくて、でその前の受診の時には僕はそれを知らされることができなくて、で今回初めて知らされてね、言うたらこの1ヶ月間で暴飲暴食しまくってるわけですよ。でそんな中、実は骨髄移植した人間はね、4倍メタボになりやすいという情報が流れ込んできたんで、これはちょっともう驚きを隠せない。僕はコレステロール値ともにメタボリック4倍になるショックは隠せなかったです。まあ、じゃあそんな感じでした。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ったと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。僕は元気です。